ジア2万チームの頂点に輝き、クラブ世界一をかけた戦いへ挑む浦和レッズ。しかし浦和レッズの歴史は苦難の連続だった。 J リーグ開幕から3シーズン連続で最下位、そして99年には J2 に降格する。お荷物クラブと呼ばれた弱小レッズが世界の舞台に立つまでになった訳とは。どんなに弱かった時代もスタンドを真っ赤に染め熱い声援を送り続けてきたサポーター、その中に伝説のサポーターがいるという。それについて証言してくれたのは、現在 J リーグ関係の仕事に就く東田照之さん。そうですね、あのサポーターが言ったことがもう本当に現実になったんだなと思いました。いや、もうあれは伝説になるんじゃないかと。1993年 J リーグが華々しく開幕したこの年、浦和レッズは早々に最下位が確定。東田さんは熱狂的なサポーターの友人に誘われ、やけ酒に付き合っていた。何が負けないでだよ。負けちゃ悪いのかよ。その日、偶然にも東田さんの隣にいたのが、一人神妙な顔つきをした伝説のサポーター、その人だった。松野さん、そんな落ち込まないでくださいよ。また来年も一緒に応援して優勝目指しましょうよ。いや、俺たちの浦和は J リーグの優勝なんて目指してないんだ。そりゃそうだよな、こんなに弱いんだもん。勝野さん、優勝諦めてるんすか。すると。違うよ、俺たち浦和の目標はトヨタカップなんだ。伝説のサポーターが口にした目標は、当時の浦和レッズには考えられないあまりに突拍子もないことだった。それもそのはず、トヨタカップとはヨーロッパと南米の最強クラブが世界一をかけて争う大会。しかも現在のクラブのワールドカップとは違い、当時はまだアジアのチームに参加資格はなかった。日本一なんていう小さな目標じゃなくて、世界一のクラブを目指すんだ。伝説のサポーターは近い将来、このトヨタカップにアジアのチームが出場できる日が来ると断言。その時こそ浦和レッズがアジアの代表としてトヨタカップに出ると熱く語るのだった。彼の自信に満ちた言葉が東田さんの心に深く刻まれた。最下位で、 J リーグで最下位で終わってもトヨタカップっていうのは真剣に言ってましたから。それは真剣に、おっしゃってたので、多分自分たちはもうそこまでいけるチームなんだって信じてるんですよね。あれから14年、伝説のサポーターの言葉が現実となった。アジアの頂点に輝いた浦和レッズ。埋め尽くされた満員のスタンドから一人感慨深くピッチを見つめる男の姿があった。彼こそ伝説のサポーター、勝野智さん。14年前からレッズが世界の舞台に立つことを信じていた。やっぱり世界に出ていかなきゃっていう、こういう舞台に立たなきゃっていうのは明確に僕自身もその時点では感じてたと思うし、負けててもありましたよね、いつかやってやるっていうのは。それなかったらやれないっすよ多分。浦和レッズは世界の舞台で戦えるチームだ。サポーターの信じる気持ちが J リーグのお荷物クラブをアジアの頂点へと導いた。クラブのワールドカップという最高の舞台で浦和レッズは新たな伝説を生むに違いない。真っ赤に燃えるサポーターと共に。